皆さんこんにちは、ほのです。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今回の動画は以前インスタグラムのストーリーや YouTube のコメント欄で募集した質問の回答動画となっています。想像以上のお祝いのコメントや質問をいただき、ラジオ感覚で楽しんでいただけるように今回は音声を初公開したいと思います。甘噛みのところが多々ありますが、温かい目でご覧ください。また今回質問は友達に読んでもらいましたが、出演許可はちゃんといただいているのでご安心ください。それでは本編へどうぞ。自己紹介をお願いします。今は理学療法士を目指して4年生の専門学校に通っている3年生です。また現在理学療法士学生をしながら YouTube 活動とオンライン勉強会の講師をしています。なぜ理学療法士を目指しましたか？まず理学療法士を知ったのは私が小学生の時です。私の祖母が大腿骨の頸部骨折で入院した時にリハビリ職の方にお世話になり、そのリハビリ職の方が着ていた警視と呼ばれるユニフォームがあるんですけど、それを自分も着たいってなんか直感的に思いました。理学療法士を一生の職業にしようと決めたのは高校3年生の夏休みの時です。私は高校で陸上部に所属していたのですが、よく体を故障していました。で、この経験から体の構造にすごく興味が湧いてきたんですね。で、また人を助けたいっていう思いが昔からあって、医療職に就きたいなって思っていたので理学療法士を目指しました。今後どんな理学療法士になりたいですか？まずはしっかりと自分軸を持ってエビデンスに基づいた理学療法を行い、しっかりと効果が出せる、そんな理学療法士になりたいです。なぜ YouTube を始めたのですか？そうですね、20歳になってなんか成功する気がするって突然ふと思い立って始めました。で、多分コロナ時代医療関係者っていうこともあって、この3年以上県外に行っていないので、何かしたいっていう気持ちが爆発したんじゃないかなって勝手に思ってます。あとは YouTube を始めるタイミングで迷っていた時に、いつも相談に乗っていただいている理学療法士の方に背中を押していただいて、勇気を出して一歩踏み出すことができました。また始めた理由としてはたくさんあるのですが、今回はそのうちの最も重要視した点を一つお話ししたいなと思います。それは自分が理学療法士の養成学校を探すときに、先生や現役の理学療法士の方のお話は SNS にあふれるようにあるのに、学生目線のリアルな声がどこを探しても全くなくて、不安を感じたまま入学したからです。なので自分のありのままを動画にして、これからもお伝えできたらいいなっていうふうに思っています。大切にしている言葉はありますか？大切にしている言葉は3つあります。まず1つ目は私の座右の銘でもある誰にでもできることを誰もできないくらいにという言葉です。理学療法士の勉強に限らず、中高生、社会人の方を含め全ての方が勉強はある程度できると思います。でも勉強って覚えたら OK ではなくて、しっかりと理解して自分のものにして初めて身についたって言えると思っています。だからこそこの言葉を座右の銘にしています。2つ目は観客家という仏教の言葉です。この言葉の意味は、足元をちゃんと見て歩きなさいという意味があります。この言葉ができた理由も合わせて知りたい方は一度調べてみてください。3つ目は置かれた環境でしっかりとした根を張りなさい、そして避けるように努力しなさいという言葉です。所属している専門学校や勉強会など自分のいる場所で今しっかりと根を張ることで、自分の中で揺るがないものができて、正しい努力がいつか結果として花が咲くって思っています。今は成績も思うように伸びず辛い時期なんですが、1年後に理学療法士の国家資格に合格できるように、この3つの言葉をこれからも大切にしたいなと思います。
新しいことに挑戦するときに心がけていることは何ですか？失敗してもいいからとにかくやってみるということです。これは私の経験から根拠を持って言えることなのですが、やって失敗したらそれが経験になるし、成功したら自信になります。また新しいことにチャレンジすることでたくさんのチャンスをつかむことができます。何か新しいことに挑戦したいなって思ったときは、必ず否定的な厳しい意見が出てきます。でも人生って一度きりです。自分の直感を信じて動いてみてください。失敗することは決して怖いことではありません。一歩踏み出す勇気さえあれば何も怖くないのかなっていうふうに思っています。実習までに何を勉強すればいいですか？基礎科目、解剖学、生理学、運動学と基礎的な検査項目がきちんと分かっていれば、スーパーバイザーの行っているリハビリの重要点が分かるかなって思います。でも疾患の概要もある程度抑えていなければ、リスク管理だったりスーパーバイザーとの会話、あとは自分の成長につなげることは難しいのかなっていうふうに思っています。理学療法士を目指す3年生です。実習で心がけていることは何ですか？実習で心がけていることは4つあります。まず1つ目は挨拶や正しい敬語などを使う礼節。2つ目がスーパーバイザーや対象者とお話しする際の傾聴する姿勢。3つ目が実習期間と1日ごとの目標を具体的に持って行動する。4つ目が疑問を常に持つ。以上の4点を心がけています。1年生で必修と選択科目で授業数が多くて体力的にきついのですが、勉強はどのようにしていますか？勉強に関してはメリハリをつけて行っています。平日を例にしてお話ししたいなと思います。授業が始まる1時間前には学校に行って朝の勉強をしています。この時は昨日した勉強の復習や苦手な分野の内容理解を行っています。で、1日の授業が終わったら学校が閉まるまでの間、その日の授業の復習を行っています。家に帰ってから寝るまでの間は別の勉強をしたり、 YouTube を見たり、動画編集をしたり、散歩してリフレッシュしています。このように目に見えた区切りで、切り替えを行うようにしています。学校でレポート課題は結構出されますか？私の学校では自分が思ったほど出されてないのかなっていうふうに思ってます。社会人から理学療法士を目指していますが、就職できるか不安です。24歳です。確かに理学療法士の養成校が多くなってきて、理学療法士の需要と供給のバランスが悪くて就職先がないっていうのも事実だと思います。でも社会人を経験されているっていう強みを生かして、それをいかに見出せるかによって変わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。人生何歳でも遅すぎることはないので、一緒に頑張っていきましょう。私は作業療法士学生です。入学してから半年が経ちましたが、未だに自分に合った勉強方法がわからないし、後期では暗記科目がとても多いのでとても焦っています。ハノさんは暗記科目をどのように覚えていますか？正直自分に合った勉強方法は3年生になった今でも模索しています。でも一つ言えることは、暗記科目も含めてなぜそうなるのかっていうのをしっかりと考え、それを理解し、自分の言葉で相手に分かりやすく説明できることで、その知識が自分のものになって自然と覚えられるようになるのかなっていうふうに思って、今それを実践している最中です。勉強のモチベーションはどうしていますか？勉強のモチベーションを保つ方法として、私は具体的な目標を作るっていうことを行っています。私の場合はクラスで10位内に入るだったり、 A 判定を全教科で取るといったようなより具体的な目標を持っています。そうすることで行動が意識的に変わってくると思っています。
疲れた時は何をしますか？疲れた時は空を見たり散歩したりするようにしています。でも本当に体が動かないっていう時は家に帰って即ベッドへダイブしてしまいます。受験勉強はいつ始めましたか？私の場合は専門学校の受験が10月にあったので、それから逆算して春休みぐらいから勉強を行っていました。で、高校では卒業試験の代わりがセンター受験だったので、専門学校の合否が出てからすぐにセンターの勉強に取り掛かりました。帰り道、何をしながら帰っていますか？帰り道ではその日勉強した内容を思い出しながら帰ってます。1年後どうなっていたいですか？1年後は4年生の実習が終わった頃かなって思います。なのでまずは学年でトップ10には入ってたいなって思います。あとは最近オンラインの勉強会講師を務めることになったので、安心して任せていただけるようになってたらいいなと思ってます。今まで悔しくて泣いたことはありますか？悔しくて泣いたことはたくさんあります。特に専門学校に入学してからは数えきれないほど泣いています。忘れられない悔しかった思い出があるのでご紹介したいなって思います。まず一つ目は、1年生の時に尊敬している先生のブースを一角お借りしてまで必死に勉強した解剖学の点数がボンミスのせいで伸びなかったことです。先生には冗談半分でいじられたんですけど、その時は悔しくて職員室で大泣きしてしまいました。はい。で、2つ目は3年生になり、ありがたいことにこの前動画でご紹介した勉強会に参加する機会をいただいたんですが、その周りが全国トップクラスで、さらに受験生なので、自分の実力のなさを実感して、とても悔しくなって、いつも相談に乗っていただいている現役の理学療法士の方と電話をした際に大泣きしてしまいました。まあ、今冷静に考えるとすごく恥ずかしい黒歴史だなっていうふうに思ってます。はい。欲しい資格は何ですか？欲しい資格は手話と福祉住環境コーディネーターです。この前の動画で言っていた手話について、理学療法士との関係性、メリット、使える場面、何年生で取ったらいいかなど詳しく知りたいです。まず、理学療法士との関係性についてです。この前行かせていただいた地域理学療法学実習っていう実習があるんですが、そこでお世話になった施設の方に手話通訳の方が実際におられました。実習には1週間しか行ってないので、どういった場面でっていうのは詳しくはわからないのですが、意外に身近なところに手話があるんだなっていうふうに感じました。私が思う手話を学ぶメリットは、コミュニケーションの幅が広がることだなっていうふうに思っています。学校でろう者の方にお会いして手話を、で実際に会話をしたのですが、自分が思っている以上に会話ができて、これからも手話の勉強はしていきたいなっていうふうに感じました。で、手話の勉強するのは早い方がいいのかなというふうに思ってます。理由としては3年生、4年生になると実習や国試勉強、あとは卒業研究などで忙しくなって時間の余裕っていうものがなくなってしまうので、また時間の余裕があるときに勉強するのがいいのかなっていうふうに思ってます。ギリギリまで溜め込んで、ギリギリまで我慢して、もう無理になった時は、とっくに限界を迎えているタイプですか？そうですね。人に相談することが苦手なので、限界を迎えた時には、精神的にも身体的にも終わっていることが多いです。で、ちゃんと人に相談することを、これからも意識していきたいなというふうに思ってます。何系の仕事がしたいですか？
やっぱり理学療法士として急性期病院で呼吸器か脳外科で働きたいなっていうふうに思っています。あとは今後オンライン勉強会の講師として後輩にしっかりとした知識を教えていけたらいいなっていうふうに思っています。ライバルや尊敬している人はいますか？ライバルはいません。でも尊敬している人はたくさんいます。今どんなカバンを使っていますか？カバンは今これを使っています。中身など詳しいことはまた別の動画でゆっくりご紹介したいなと思ってます。おすすめの文房具を教えてください。おすすめの文房具はこれになります。以前の動画でもご紹介したんですけど、ジェットストリームのこのボールペンは本当に使い勝手もいいのでおすすめです。お値段がちょっと高いのがネックなんですけど、その分使い勝手とかストレスが減るので、皆さんもよかったら使ってみてください。大切にしているもの3つ教えてください。そうですね、家族、ご縁、正しい努力、この3つです。勉強だけで言えば思考力、行動力、説明力を大切にしています。彼氏はいますか？彼氏はいないです。明日の自分に一言。昨日の自分から1ミリでも成長していますか？早起きは得意ですか？早起きはすごく苦手です。早起きのコツがあればコメント欄で教えてください。最後の質問です。笑顔ってやっぱり大事ですか？笑顔ってすごい大切だと思います。私がそれを実感したのは実習に行かせていただいてからなんですけど、笑顔で接することで信頼関係がより築きやすくなったと思いますし、何より笑顔でいると自分がすごい明るい気持ちになれると思うので、私自身もこれから笑顔を大切にしていきたいなと思っています。たくさんのご質問本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご質問や動画のリクエストなどはコメント欄で随時募集しています。概要欄にインスタグラムの勉強学のリンクを貼っていますので、よかったら見に来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。これ見てなぜ YouTube を始めたのですが、もう一回言ってとお持ち。疲れた時は何をしていますか？もう一回プイ受験勉強はいつ始めましたか？もう胸にするわ。